皆さんこんにちは。おもち投資クラブラーナーなやつです。投資講座企業を知る編、今回取り上げる企業はグリー株式会社です。設立は2003年、ゲーム事業を中心としつつ現在は様々な事業を展開している会社です。もともとは創業者である田中義和氏が個人サイトとしてグリーを公開し、ユーザー数が増えてきたためサイト運営のための法人を立ち上げたことが会社設立のきっかけとなります。その後、フィーチャーフォン、いわゆるガラケーの SNS の提供をはじめ、モバイルのソーシャルゲームのリリースなど世界初のコンテンツを展開し、2008年にはマザーズ上場を果たしております。その後わずか2年で東証一部へと鞍替えし、近年ではメタバース事業や DX、コマース事業といった新規事業を立て続けに立ち上げております。企業のミッションとしてインターネットを通じて世界をより良くするというものを掲げており、ビジョンとしても新しいサービスをより早く、や素晴らしいサービスを生み出すためにといったように、新しいコンテンツを次から次へと作っていこうという姿勢が企業のミッションやビジョンから見受けられます。事業区分はインターネットエンタメ事業と投資インキュベーション事業の2つに分かれます。インターネットエンタメ事業の中にはゲームの開発運営やアニメ制作委員会への出資などを行うゲームアニメ事業、そして近年注力しているメタバース事業、こちらは一般消費者向けにバーチャルライブ配信アプリであるリアリティを提供しているのに加え、法人向けにもビジネスを行っており、法人が仮想空間内でのイベントを行うためのプラットフォームであるリアリティ X クラウドのサービスを提供しています。また広告メディア事業としてオンラインのマーケティング支援ツールの提供や自社でのオンラインメディア運営を行っています。投資インキュベーション事業では自社でアーリーステージのベンチャーへ投資を行うコーポレートベンチャーキャピタルの事業に加え、ベンチャーキャピタル自体への投資を行うファンドオブファンズという形態での出資も行っています。ゲーム事業においては大ヒットを記録しているヘブン・バーンズ・レッドのような他社 IP のコンテンツに加え、アナザー・エデンといった自社の IP コンテンツのゲームも手掛けています。メタバース事業において手掛けるリアリティでは海外ユーザー比率が約8割と、国内ではなく世界規模でのプラットフォームを取りに行くという姿勢で事業を手掛けています。売上構成としては全体の 96% をインターネットエンタメ事業が占めています。セグメント別の業績を見ると、投資インキュベーション事業は高利益率ではあるものの、年によって売上高が大きく変動しております。インターネットエンタメ事業が売上高、営業利益率ともに大きく向上したことから、企業全体の業績としては近年売上高は減少傾向にあったものの、22年6月期はプラス 18.5% と回復に転じています。なお22年6月期より会計方針の変更がなされていることから、前年度に同じ会計方針を訴求適用した場合の比較がプラス 18.5% となります。同様に営業利益率もプラス 5.9%、 一方で純利益は 25% の減少となっております。こちらは前年度に投資インキュベーション事業において計上されていた有価証券売却益が剥落したことによるものですが、22年6月期も円安による為替差益が27億円計上されていることから、一過性の利益を除いても昨対では減少という傾向でありました。キャッシュフローにおいては、前年度は投資有価証券の売却を行ったところから今年度は取得に転じたこともあり、投資キャッシュフローが計上から支出へと転じています。また22年6月期は349億円の自己株式取得を行っていることから、財務キャッシュフローは大幅な支出となっています。財務状況はご覧の通りです。自己資本比率は 77.4% と非常に安定した財務体質を取っており、社債として21年6月期に発行した80億円を抱えておりますが、金融機関等からの借入金はなく、財務面は非常に安定しております。23年6月期の業績見通しは業績予想非開示となっております。主力のゲーム事業はコンテンツの当たり外れによって大幅に業績が変動しやすいことに加え、インキュベーション事業も見通しが立ちづらいことから、合理的な数値の算出が困難という理由のもと非開示となっております。配当の方針は開示されており、DOE 2% 程度という基準のもと、連結配当成功 20% 程度以上をめどとして配当金を決めるといった方針になっております。解説は以上。株を買うかはあなた次第です。